あ,あ,あ,あ失敗しちゃったなもう一回だ電話の先です、えー、3年 B 組です、えー、レポートです僕、えー、調べたんですけどやっぱり日本は世界で一番の国だと思いますやっぱり日本別に学ぶことないです外国にコンビニエンスストアっていうのも僕調べたんですけどあの、えー、アメリカで生まれて だけど日本に入ってきて日本で世界一になりましたでアメリカのコンビニチェーンを日本の子会社だったところが逆に買っちゃいました野球もベースボールも野球という形で日本に入ってきてでもやっぱり日本の野球実は日本一ですあ世界一です間違えましたえー、ではなさきですすいません間違えましたけどこれどう、まあとで編集すればいいのかあのー、なぜかというとワールドベースボールクラシック WBC っていうので日本優勝しましたそれからイチロー選手みたいな選手 これ日本のプロ野球でもすごかったんですけどアメリカのメジャーリーグベースボール行っても活躍しましたつまり日本はそういう野球ってもともとアメリカで始まったんですけど日本の選手の方がすごいんです野茂選手も田中選手もそうですダルビッシュ選手もそうです日本世界一の国なんです日本には世界一の古いあの会社もありますそれから日本には世界一長く続いている皇室もあります日本はもう世界一なんで もうだからもう本当に僕は外国語学べとか外国語のいいとか言ってて日本の落とし目という人たちこれは間違ってると思います日本がやっぱり世界一なんであのそういうことを僕はあのやっぱりこの地域に言わないと言っとかないとみんなで確認しないとダメだなと日本人はやっぱりプライドを持ってそういうことを確認しないといけないなと思うわけです森之助ご飯よ何してんのさっきからブツブツ自分の部屋で喋って うるせえなお袋ああもう台なしじゃないか今今学校の宿題のビデオレポートやってたのに「もう森之助またまあなんか聞こえてたけどちょっとな,な,な,ん,かなんか言ってたねまた日本が1位かとかそんなことにも勉強しななさいあなたうるせえんだよ、はあ、そんなこと言っててあんた英語なんか日本人はやる必要がないとか言って英語勉強しないと困ったことになるわよ」。 うるせんだよいいじゃないか別に英語なんかやんなくたって日本人は日本語喋ってればいいじゃないかよ。あんたそれから外国のなんか先端事例教育のやり方とかアクティブラーニングとかそういうの調べて先生に出しなさいって言ったらあんた断ったらしいじゃないの。うるせんだよだからほんなかイギリスではこういうやり方してますとかアメリカではこういうやり方してますとか何で先生たちはそういうことばっかり言ってだからそうやってね日本があの遅れてるとか言ってる時代は終わったの そんなおふくろうるせえんだよあんたにはなんでそんなお袋くうるせえんだよああせっかくもう高校のレポート学校レポートやってんだから邪魔しないでくれよまありのなんでそうなっちゃったのかねあんたねやっぱりもうね子供の頃はディズニーの,あのアニメとか一生懸命一緒にディズニーだってあんたが言ってるとアメリカだよいいんだよディズニーは。 うるせえなやおふだい大体最近ディズニーに見てねえだろうるせえなもう今行くからああもうなんてお袋まあ世代なんだろうねお袋の世代はなんか日本は遅れてるとか日本はダメだとか言ってる大人が大きかったんだろうねだけどまあ本当にもう迷惑なよあちょっとねあの気を取り直してどこまで行ったか忘れちゃったよえっ、ー、とコンビニで一郎選手でねでも日本はとにかく1位ってことで。 ちょっと編集してこうやってさっきのところつないでこうやって編集ちょっとこれ最後だけ撮っとこうということで、えー、僕は日本は世界一だと思いますなんで日本は世界他のことなんか学ぶ必要はないですと僕は強く思うんです、えー、我々は日本の国が世界一だという自信を持ってこれからも、えー、激動の世の中を生きていくということが大事だと思います、えー、以上、えー、レポートでした、えー 森山崎間違えた。電話野崎森之助。三、えー、年 B 組先生成績いいのくれるかな。あの先生もう外国株だからな。